例えばね、ディスタンスね。適当な距離を取りなさい。で、スーパーなんかでも、視覚障害者の人一人でこう買い物なんか行っても、レジに並ぶのにこれだけ開けなさいなんて言っても、わかんないわよ。かんないわですかよんない。ね。うん。かといって、買い物行ったら、店員さんがついてくれるようなサービスもあったんですよ。そういうサービスもね、ちょっとやってもらえなくなったりとか、手引きしてもらうには一緒に歩くから、こう、まあ、密っていうかね、取れないし、じゃあ今度一人で歩く時にはマスクしなさいっていうことで、このマスクっていうのがね、やっぱり顔の感覚とか匂いとかを遮断しちゃうでしょ。そうすると、外歩くのに風とか匂いとか、そういう、情報をね、受け取りながら歩いてるんですよ。何でもないように歩いているように見えても、それをマスクしちゃうと、その風も感じなくなるし、匂いとかもね、なかなか、いつものようには、匂ってこないと。例えば、教会でもね、席を空けて座ってくださいって、じゃあどこへ座れば私いいのって、そういう中で、今度あちこち触んないでくださいって言うんです。で、触んなきゃ、触って情報を得て、いろんなことしてる人たちだから、それも、こう、やめてくださいっていうことで、もう何から何までね、このコロナの感染っていうことにおいては、視覚障害者の生活っていうものは、全部こう、これもダメ、これもダメ、これもダメってね。じゃあどうやって生きていけばいいの？みたいな、部分にみんな。